うーん確かにね、Chromebook から始まって、今、エイリアン、エリア51ですね、70万ぐらいしましたけども、まあ、けど、道具、何使っても、結局、稼げるなぁと思いますね。だから、手持ちのカードっていうのは、まあ、そういう意味もあるなぁと思うんですけども、ただ、今はね、作業性がすごく楽になりましたね。当時は Chromebook も、アクセスがすごく遅かったりとか。 タイピングミスったりしたんですけども今はそういうことないですからあの自分の衰えているゆ <laughs> く体に合わせたあのテクノロジーが使えるのはありがたいですね。まあ、ということでコストをかけることで自分の,あのまだねあの開発されてない能力とかを補うこともできるし衰えた能力も補うことができるのはこれからどん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 ,どんあのもちろん自分の能力開発も進めていくんですけども足りない部分はね テクノロジーを買うことによって、えー、下駄を履かせることができるのはありがたいなと思いますね。僕、今、2画面でやってますしね、当時はこんなちっちゃい画面でやってたんで、それこそちっちゃい文字でしたしね、作業性は悪かったし、ミスタイプもあったんですけども、今はね、本当になんか余裕持ってできるなと、カメラも何台も持ってるんで、こっちが不調でもね、じゃあこっちで使おうかなみたいなこともできますし、本当に便利になったなと思います。そういう意味で言うと、 稼ぐことによっっててて行動範囲が広が広てきてあと稼ぐことによってねなんかいろいろとなんか許せるようになったっていうんですかね焦らなくなったっていうか、うん、むやみやったらと戦わないようになったかなとは思いますね、うん、いやじゃあ今日も行ってみましょうか7時半行ってきます